皆さんこんにちは、チョコバナナです。久しぶりに動画を撮っているんですけれども、ちょっと長らくお休みをしていたので、その期間何やってたかっていうのとか、まあいろいろ雑談をしながら Get Ready With Me やっていきたいと思います。今日は新入荷コスメが2つありまして、こちらででん、セーラームーンコラボのマキアージュの下地と YourGram の2番のアイパレット買ってきたので、これを使っていきたいと思います。明るさの調節が久しぶりすぎてうまくいってないかもしれないんですけど、まあ、多めに見てくださると嬉しいなと思います。まずカラコン入れていきたいと思います。ラブリットっていうかなっていうとこでね、買った安いカラコン後で商品名出しておくんですけど、なんかセールになってた。1ヶ月用でこっち来てから買ったので、最近の何本かをこれつけてます。まず下地、変わらず鼻だけにエテセのオイルブロックベースをつけて伸ばします。そしたらさっき見せたこれマキアージュの、紫の下地、ドラマティックスキンセンサーベース EXSM2 トーンアップ下地なんですけど、私これね、普通の紫じゃない方の下地は結構使ってたんですよ。でちょっと離れてたんですけど、久しぶりに買いました。マキアージュセーラームーンコラボなので、ここら辺が星がね、この星屑みたいなのあったり、セーラームーンの柄が入ってたりっていうことで可愛いので買いました。ミハです。結構売り切れてるとこも多かったんですけど、私の住んでる田舎では 2,3 個かな残ってたかなと思います。で下地もつけすぎるとよれるので、こんぐらい、ちょっと垂れてるけど、こんぐらい取って少しずつ、さっき鼻は塗ったから鼻はちょっと避けつつ塗ってきます。なんかちょっと秋だからってさ、日焼け止めを怠ってたわけよ最近。したら普通に焼けた。夏より多分黒いこれでちょっと肌明るくします。わかるかな、ちょっとトーンアップしたの。こんな感じです。で、あのテクスチャー的にはサラッとしてるんだけど、保湿もちゃんとされてる感じがして不思議な感じなんですけど、冬場使うにはすごくいいかなと思います。今年の冬この子と過ごしていきたいと思います。キルカバーのファンデーション使います。3代目のこのカレンダーがね、もう何年前っていうのがかかってるんですけども、はい、これ見せるの結構大変よな、部屋が映っちゃうから。ちょっとずつ乗せていきます。厚塗りにならないように。キルカバーはカバー力が割と高いので、赤みとかが気になるところは重ね塗りしたりとかして。このシーラー最近使ってないです。この10月投稿頻度がすごく下がってた10月何をしてたかと言いますと、割と普通の生活してた。なんか元とそこまで変わんないだけど、あの生活リズムはちゃんと朝起きて夜寝るみたいな生活になってて普通だと思うんだけど、私にとってはこう夜型人間だったからさ、朝型寝るっていう気だったし、なんか不眠っぽくなってて、1日2時間ぐらい寝たらなんか起きちゃうっていうか、長く寝れなかったんだけど、帰ってきて、まあ、多分家族がねいるっていうのとかもそうだけど、なんだろう、ちょっと休んだことでそういうのもなくなったので、いい休みに私はなったかなと思います。ただね、皆さんこう待っててくださった方には本当感謝だし、もうこれ以上なんかこう休むのもなんか自分的にもさあれだなと思ったから、なんだかんだでね結構なんかいとこの子供と遊んだりだとか、なんだろう、暇な一日は特になかったかな。何かしらしてたっていう感じだったと思う。あのね、酔っ払って眉毛剃るっていうのはあんま良くないんですけども、そうやってしまいまして、眉尻がどっかに消えました。なんか眉尻刺す感じで最近描いてます。なんかペンシルでも描いてもいいんだけど、ちょっとなんか苦手で、やっぱりペンシルで描くのだからパウダーで描いて眉マスカラするって感じかな。自然光で撮るのすごいむずいわ。照明こっちにも買おうかすごい迷うレベルよな。眉毛の脱色もしようかなと思ってんだけどさ、脱色剤が近くに売ってないから今我慢中です。なんか今日失敗したな。今日実はね、うちの実家の居酒屋でハロウィンイベントをやるんですよ。で手伝ってるからさ、動画撮れるかわかんないけど、インスタに載せる写真だけはちょっと撮りたいなと思ってる。なんかリトルが張り切って魔女の格好のコスプレを買ってたから、ハイライト、あ、ねえわかるかなこれ、あ、ここなんか急にあざできて、ぶつけたとかもないのにここが内出血してるんよ、ずっと治らんし。なんかね、これができる1時間前ぐらいにお買い物にね、スーパーに行ってたんだけど、その時はねなかったはずなのよ。ママが一緒に行ってたんだけど、ママに聞いたらなかったって言ってたから、急にできちゃったのよ。あ、でなんでこんなに休んでたかっていう原因と、なんで福島に戻ってるのかっていう理由をね、あのまだ明確になってないから話そうか迷ったんだけど、耳はね片方ね、あの突発性難聴になったことあるんだけど、その時とは違う感じでこう
聞こえなくなってて、なんかストレスだったりするのかなと思ってちょっと休んだんだけど、まあ違うのかもみたいな。で検査したりだとかいろんな薬飲んだりとかしてるんだけど、まだ原因は見つかってなくて、なんかずっとこうプールの中に泳いでる感じがするのよ、耳が。だからそれの原因をちょっと探ってて、で私高校生の時も通院してた病院が福島の病院なんだけど、主治医の方が東京にも出張してて月何回かで、その病院にかかってたんだけど、その主治医の人が、まあ、今コロナだから東京に来ないってので診察ができないから今こっちにいるっていう感じなんだよね。ただちょっと免許の更新しなきゃいけなくて、それをしにねちょっと来週一瞬ね帰るんだけど、また戻ってくるっていう感じになると思います。別になんか聞こえないだけで痛いとかもないから、まあ、心配はしなくて大丈夫なんですけど、まあそれでちょっとこう休もうかなっていう感じで1ヶ月くらいねゆったり過ごしていましたが、また今日から動画アップ頑張ります。はい、というわけでアイメイクこれ使ってきます。このカラーをアイホールと涙袋に入れて、このカラーを目尻にこうくの字に入れます。だからねこうマネージャーさんとも、まあ、連絡取ってるし、今は休むのを優先してって感じで言ってくれたので、ウームには感謝という感じなんですけど、そろそろ私も待っててくれる人もいるし、元気にもなってきたし、1ヶ月も休んだしっていうことで活動再開したいなと思ってたので徐々に再開していきます。マネージャーさんとはねいろいろ喋ったのよ。お仕事の話とかもしたけど、精神的に動画出さなすぎてさ、大丈夫かな、戻れるかなってすごい心配してたんだけど私は。でもマネージャーさんこう焦んなくていいよって言ってくれたし、動画のことだけじゃなくて私生活のこととかも共有してね、今のマネージャーさん変わったらどうしようってちょっと思ってる。オタクの気持ちを分かってくれるマネージャーさんってマジとなかなかいないからね。オタクに流行ってるネタとかもたまに共有してくれるからさ、ありがたい。このさ100均のさユアグラムのパレット神くない？発色もねなかなかいいし、なんかこう溝にたまるとかもなくピタッとついてくれるので割と好きです。発色もいいし。でこのど真ん中のカラーの白いやつを目頭のここだけにのせます。ただラメ感が私はもうちょっとギラギララメがいいので、ラメだけはこのネイリパのやつを足します。これめっちゃ買ってよかった。2020年ベスコスに入るわ。単色アイシャドウの01番サンストーンっていうカラーなんですけど、これねピンクっぽく見えるんですけど、のせるとカラーはそこまで発色しないです。でこれをねまぶたに、わかるかな、こっちがのせてるんだけどラメ感がちょっと全然違うの分かりますかね。あ、同じラメをね涙袋にも入れました。マスカラが今手元にないので後でマスカラを塗るわ。目尻だけ引くだけで、なんか失敗したなと思ったら綿棒でなんかポリポリってやれば取れるから、苦手だなって人は綿棒を味方にするとすごくいいと思います。でリップ3C のやつ塗ろうかな。ギビングプレジャー、じゃじゃん。今ねニコルンのシーメルの新色のテラコッタってなんかすごい可愛かったから、あれが欲しいなって思ってる。ちょっとここになんか食べ残しがあったんだけど、はずできた。アイロンはサロニア使います。アイロンというかコテ、実家にこれしか置いてなくて、 このストレートもできるしカールもできるってやつなんだけど、これでこの間こうやってたら、わかんないかな、化粧で隠れてると思うんだけど、ここら辺やけどした。そういえばさっきギフトが届いてさ、チェキが届いたの。あと韓国コスメとかもいただいたんだけど、チェキ届いたの超嬉しくてちょっと取りまくっちゃいそう。まずはストレートにしてきます。これねムラが若干まああるんだけど、なんか動画で見たら結構さムラっぽいんだけど、しょうがないよね、ここら辺ブリーチの回数違うしと思って。最近ねアンドハニーっていうねシャンプーを使い出したんだけど、それがめっちゃ調子よくて、サロンシャンプーとか使うぐらいのレベルでサラサラになるの。1500円ぐらいかな。ラックスとかよりは若干まあ高いんだけど、ダメージ毛とかの人はサロンシャンプーとかよりは安いしいいと思う。めっちゃやけどしてから前髪やるのめっちゃ怖いんだよね。髪色ほぼラウール。最近だからもうスノーマンをね結構見てた。パラビ入ってるからさ、それスノーをね見てるんだけど、スノーマン面白いなと思って、結構最近始まったドラマは結構いろいろ見てんだよ。顔周りだけ若干内側に巻いて外羽にしちゃいます。このねアイロンね使いにくそうに見えて割と使いやすい。はい、というわけでこんな感じでございます。こんなのが見たいっていうリクエストなんかもお待ちしておりますので、ぜひぜひコメント欄に書いてくれたらなと思います。それではチョコバナーでした。
バイバーイ。